この時間は伊集院光深夜のバカ力韓流ブーム便乗企画自称ヨン様総出演負けたらコチュジャンフグリすり込み勝ったらキムチ汁風呂下半身浴グーナシジャンケンスペシャルをお送りする予定でしたが一部番組内容を変更してお送りいたします。伊集院光深夜のバカ力緊急悪ふざけ報道特別番組スクープライブドア日本放送株取得騒動暗躍する大きな黒い影。先週水曜午後2時 TBS ラジオ内部においてとある陰謀が動き出した。池田さん、はい、あの今回のスペシャルウィーク の, あのいわゆるなんかのプレゼント予算っていうの、はい、あのリスナー予算っていうの、まあありますけど、とてもいくらあるの。6万あんの。6万あります。ちょっとさ、くれ。え、俺にその6万をくれ。ちょっとくれ。くれってどういうことですか。くれってのはくれってことだよ。貸せってことですよね。でいいか、ちょっとくれ、ちょっとくれ。え、あのちょっとだからまず6万、お前下手したらその6万を使っちゃってる可能性とかある。ないでしょ。だからちょっと確認させてくれ。ほん、あのいいからいいか、早く。あとポケットマネーで5万くれ。いや、それは何ですか。なんでとかじゃないんだよ。もうスペシャルウィークすぐなんだから、ポケットマネーを5万くれよ。俺に何に使うんですか、それを先教えて。あんだろ、こう一プロデューサーともらったらポケットマネーの5万ぐらいはよ。あと巧妙な構成のスタッフともなればお前はじゃあ3万。え、3万持ってるかどうか、持ってるかどうかチェックだよ。チェックだけですよね。あんじゃん、合コンとかでもなんかさ、あのそうモテる女チェックみたいなのと一緒だよ。いや別に合コン3万チェックだから早く、ちょっと早く早く。柳さんディレクターなんだ、お前も3万。え、俺もですか。砂川は AD だから2万でいいや。2万いいか。2万で田代はじゃあまあ1万でいいや。僕もですか。田代の1万ちょっと見せろ、ちょっと早く見せろ。田代早く見せろ。俺もうちょっとこれ確認してるぞ。やっばいぞ。オッケー、はい、なるほどね。あー、これ何座、幸地だ田代のは。福沢以外ないですよね。あー、普通のやつか。てかどうするんですか、そんなお金集めて。だこれに俺の10万足して総額30万ですよ。でどうするんですか。スペシャルウィークでみんなが喜ぶようになるの。いや、そう言って俺喜んだの見たことないですもん。大体お前らとか、例えばスペシャルウィークがあるから、なんか渡辺のゲームキューブ貸してくれよっつって、どうなった。粉々な。いや、なじゃねえって。説明なんかしてる時間ねえんだよ。閉まっちゃうんだよもうよ。え、閉まっちゃうんだから。ちょっと待って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 、ここで待って待って待って。いや、まるどうすんの。閉まっちゃうんだよ。おい待ってさ、泥棒。そのまま姿を消す首謀者伊集院光。そして2時間後。ただいま。いや、ただいまじゃなくて。ただいまじゃねえ。ただ返して。何が？返せ。ないよ。は？はい、もう買っちゃったから。何を？何買ったんすか？正確に言うと27万円分もう買っちゃったから。何買ったの。何買ったんすか、27万。なんで俺のプライベートの話をお前らにしなきゃ。あ、プライベートで僕らの金出した。お前らのお金じゃない、俺のお金だよ。僕らのお金ですよ。俺らのお金だよ。そこはっきりさせておくぞ。そこはっきりさせておくぞ、ね、これもう大事な法律が絡んでくるから。おい、俺の金だよ。違う、お前らにもらった俺の金だよ。あげてねえ。貸したんですよ。お前水かけ論になっちゃうからさ、もらったでいいじゃん。ああ、ここはさ、よくはねえ。じゃあ間取ろうや。ね、間、はい、どういうことですか。募金で俺がもらったってことは。ふざけんなよ泥棒。泥棒お前本当にそういう人聞き悪いこと言ってた。後でお前吠え面かくぞ。お前俺が何したか聞いてねえだろ。お前どうせ無駄遣いだろ。無駄遣いじゃねえよ。株を買いました。ほら無駄遣い。無駄遣いじゃねえ。俺はね、この2ヶ月間ずっと株の勉強してきたんです。ずーっとですよ。マジですか。イタストで里の店を買えなくても株を買って、おい今何つった株を買うと1位になるんですよ、イタスト。意外に。いや、違うもうすげえ。何で勉強した。火山島のマップなんかすっげえきつい。いや、だから何で勉強した。イタストで勉強した。マジかよ。バカじゃねえよ。そのためのことにして株を買った。あのバカ、俺がどれぐらいの相場師なのかは今言ってきた証券会社ちゃんとテープ回してあるから隠しで。ちょ、それを聞いてもらえばもうすっげえってわかるから。すいません、日本放送の株が買いたいんですけど、今ご指示したらお名前いただいて、は
い、篠岡と申します。はい、はい、日本放送の株を、30万円で買えるだけ。はい、きっかけなんだので、はい、なので、ちょっと高めに設定して6,720円で買った場合、手数料込みでこの金額になりますので、はい、はい、わかりました。6,620円ですが、成り行きで、はい、成り行きで、はい、お願いします。その後、先生の日本放送演じから成り行きの会です。6,700円でお買い付けできますか？こんなに早く買えるもんなんですか？はい、今もう買えたんですか？はい、もう買いました。はい、こちらが受け渡し代金ですね。27万1,236円、21日商品に落とされますので、お預かりから買えるという形になります。はい、はい、オッケー、もう買えたんだ。早いですよね。びっくりしますね。あっという間なんですね。なんと放送業界の一大事を尻目に金儲けを企む伊集院と深夜のバカ力スタッフ。そして翌金曜午後1時、欲望をうごめく TBS ビッグハットビルにライブドア堀江貴文社長がやってきた。今日はお忙しい中どうもありがとうございます。よろしくお願いします。とりあえず自己紹介からお願いします。はい、ライブドア社長の堀江でございます。伊集院光です。よろしくお願いします。今日こういう会を持ったのはですね、はい、お話が一つございまして、はい、今こう新聞発表とかによると、堀江さんはこう結構日本放送の株を持ってると。はい、たくさん持ってると。はい、実はですね、僕も持ってるんですよ。素晴らしいじゃないですか。はい、僕昨日の夕方40株買ったんです。おお、これをお譲りしてもいいよっていう。まあどうしてもって言うんならですよ、どうしてもって言うんならお譲りしなくはないっていう、まあそういう、まあ密談なんですけど、これだから私密談で買えないんですよ。ダメなんですか？内緒。俺全然なんか時間外取引とか TOB とか指し値とか、俺株の知識終わりですけど、ダメなんですか？堀江さんの立場はもう買えないんですか？いや、市場では買えるんですけどね。はい、市場にその伊集院さんが、はい、私がね、いくらで伊集院さん売るのか知らない状態で、はい、まあ、どっかで売ってもらって、はい、それをまあ偶然買えるっていうのはいいんですけど。おいお前話違うじゃないかよ。おいこれでお前とりあえず持ってる金で買って堀江に売りつけりゃ大儲けだって話だったんじゃねえのか。おい、それダメなんすか？それはダメなんですよ。今はそれをやるとしたら、はい、私はいくらで買いますっていうふうに言わなきゃいけないんですよ。それ TOB？ そう、 TOB です。おいおい話違う、昨日あれだぞお前。でもそれはほら確率的にこれからどうなるかわからないですから、はい、いつかは買うかもしれないし買わないかもしれない、それは決まってないですから今。だから俺の40株が決め手になるかもしれないじゃないですか。もしかしたらそうかもしれないです。俺じゃあ、これは俺が今からすいませんやっぱり収録なかったことでつって言って日枝さんのところに持ってっても買えない。まあ、日枝さんは5950円でしか買わないよって言ってるわけ。いやいや、ダメですよ、俺6710円で買いましたもん。だからそれは売ったら損します。おい何いきなり暗証乗り上げて儲け話だっつってみんなで盛り上がったじゃねえかよ。で、堀江さん、ちなみに堀江さんは発表で何株ぐらい持ってるんですか今？1,100何十万株って、まあ大体 35% ぐらい当時で取得した当時で。ああそうなんすか。ねえ、俺の40株、あ、そうなの？俺、あ、でもね、それは、はい、株主の権利は行使できますから、はい、例えば株主総会で、はい、その、まあ、議決権、はい、51% 持つっていうのはすごく大事なことで、はい、51% とは、まあ、50% 以上ですね、はい、を持つと、その、まあ、会社は基本的にはその取締役を選任できたりとか、はい、重要なことを大抵はできるんですね。はい、
でその時に、まあ、我々に例えば賛成していただくと株主総会に出て40株分のパワーがとかね、そういうことはあのできるようになりますけどね、まあ、それは我々の意見を聞いて我々はこういうふうに日本放送の事業をしていきますと、で引いては株主価値が上がって株価が上昇するかもしれませんということを言って、我々はその株主総会に臨むんですよ、はいはい、で株主はどっちかに賛成する、はい、権利があるわけです。我々も当然株主提案としますから、はい、我々はこういう取締役を送り込んで、はい、そして、こういう事業をしたいと、そして日本放送はこういうふうにして儲かるんだっていうことを、まあ、株主に対して訴えて、はい、それに賛成してもらう人はそのちゃんと、そっちに賛成票を投じると、そうすると我々がそのまあ我々がこうプランした通りに日本放送できて、引いては株価が上がって伊集院さんが儲かると。例えば堀江さんが一番分かりやすいところで言うと、うん、堀江貴文のオールナイトニッポンがやりたいって株主総会で言うとしますよね、それも比江田さんは反対ですよ。それは平成教育委員会も止めるぐらいですから反対じゃないですか、うん、その時に俺の40株でどうしようかなみたいになった時に得することとかあるんですか？それは自分であの判断するしかないんですよ。あ、なんかちょっと僕のプランと変わってんのは、僕すっごい堀江さんより高いところから言えるような今日気がして臨んできたんですけど欲しくねえの堀江ぐらいの、あ、そういうんじゃないんだ、うん、あ、そうなんだ。いや、ね、できればその市場では、はい、あの買い集めたいですけども、その個別交渉ってのは今できないんですよね。あ、なんで お前ら番組予算まで手つけたけど、どうするお前どうするどうする。でもそれをほらあれじゃないですか、はい、あの市場で売ってもいいし、はい、3月末まで持ってると、はい、あの議決権ってもらえるんですね、はい、で6月の株主総会で、はい、見学に来ると面白いと思いますよ。あ、高えチケットだなおい、そう考えたらあ、じゃあちょっとお願いの方向性を変えたいと思うんですけど、はい、まああの日本放送を買おうとしてますよね、うん、日本放送の株を買おうとしてますよね、うん、でその日本放送のその、まあ、51% 以上の株主になると、うん、日本放送のその偉い人とかは、ええ、ある意味堀江さんが決められるわけですよ ね、 すね、この人を偉い人にするとか、偉い人とか、まあ、取締役ですね。ライブドアの時って、はい、ゼネラルマネージャーに小島さんって僕もまあ知ってるんですけど、はいはいはい、小島さんって普通のお兄ちゃん、ええ、パッと見、ええ、いきなり起用したじゃないですか、はい、でですね、俺は日本放送の取締役に指名してもらうことはできないかっていう、こういう相談なんですけど。それはその可能性としてないことはない。可能性としてないことはないですか？そうなんですよ。だって堀江さんが直で取締役に行くわけじゃないでしょ当然。いや、私も行くと思いますよ、もしやるとするならば。連れてって連れてってお願いだから。それはそのこれからそのもしそういうことをやるんであれば相談をして、あるいはそのやっぱりこういう場合だったらもっとたくさん買って共同でじゃあやりましょうかとかっていう話になれば、そういうこともあるかもしれないですけど。ちょっと待って、40、また40の話に戻るんですけどそうなるとどれぐらい持ってると俺発言、そういうちょっと俺取締役指定は何パーぐらいいるんですかね。それは当事者間で決めることですね。あ、そっか、40じゃまだちょっと話にならないでも面白そうな気はしますけど。でしょでしょ。あの小島くんっていうのはもともとゼネラルマネージャーになったけど、新庄選手の通訳で、まあ、バイタリティもあるし野球知識もあるんですよ、うん、でそれをいきなり起用したじゃないですか、うん、周りのみんなびっくりしましたよね、うん、もっとプロ野球 OB を使うのかとか、うん、思ったところいきなり無名の若者に行ったわけじゃないですか、うん、これね、いろいろこっちにも事情があるんですよ。はい、僕は今から10年前にあの日本放送をしくじりましてですね。あ、そうなんですか。はい、で10年間出入り禁止になっておりまして。え、本当ですか。はい、でも昔やってましたよね。はい、僕はね、今でこそ TBS にいますけども、僕は日本放送生まれの日本放送育ちの、なんていうんですか、まあ、まあまあもうあのガラスの向こううるさい、お前も連れてくから俺が取締役になった時にはお前もなんか警備とかやらせるって。だからそのそれがあって、しかもその時理由が、まあ、あの六本木のとある居酒屋で、うん、まあ、その当時やや偉い人の組み猫をつかんで、まあ、あの一本背負いにしちゃったことが、まあ、一番の原因なんですけどその人は未だに偉いんですよ。てかもっと偉くなってるんで、あ、僕あのオールナイトの一部をやりたいんですよ。へ、でほら取締いやだから密談だから聞くなお前らはね。そいつより偉くなっちゃったら俺また戻れんなみたいな。あー、なるほどなるほど、うん、じゃあもっと手っ取り早いことがあるんですけど、
さんとしてはクビにしてもらえませんかね。ダメですか。あれやってもらうと一気に僕は戻れるようなんです。そういうのじゃないんですか。見てみないとそんなの分かんないじゃないですか。そんなチョコボールみたいな顔したやつですよ。いきなり経営陣になったからといって、はい、人事を自由にできるかってことではなくて、はい、それはちゃんとフェアに決めなきゃいけないし、そんな人の首なんていうのは簡単に切れるもんじゃないんですよ。そこなんですよね、うん、なんかテレビとか見てたりとか、うん、それこそラジオ局の人とか聞くと、うん、もうライブドアが買ったら、うん、そこをみんな首だぞみたいなことを平気で言うんですよ。そんなわけないじゃないですか。そういうんじゃないの、我々今まで買収した会社でその積極的にお前首だっていう風にして首にした例ってないんですよ。あのもちろん給料が下がって勝手に辞めていくっていう例はありますけど、そのね、そういう風にすると大体買収した会社の人たちってモチベーション下がっちゃうんですよね。むしろこっちが買ったら前よりいいじゃんの方に、前よりいい、もしくは努力すれば報われんじゃんみたいなことの方をやっていかないとダメだから、いや結論としてはじゃあ森谷さんクビになんない。いやそれはあ、そうなんだ。そういう風にはできないですよ、ね、あいつじゃあもう一回ぶん投げてやろうかっしょ。本当にね、俺 TBS 残るわじゃあ、ね、あれはじゃあ日本放送の取締役は、諦めますからヤクルトの GM してもらえませんかね。それはフジテレビさんに聞いてみないと分かんないです。フジテレビさんっていうかヤクルトさんですよね今は。でもすごいですよね、俺たち分かんなかったの。日本放送がフジテレビの株主ってことも分からなかったし、でその日本放送を買う、まあ、その株を取ると、うん、フジテレビのことにも影響してくる上に、さらにこうディノスとかああいうのも全部そういうことでしょ。そう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 なんですよ。最終的にどうしたいですかそれを。それはやっぱり全体的にそのIT の活用、インターネットの活用っていうのがやっぱり僕的に言うと遅れてると思うんですよね、うん、例えばテレビドラマ一つ撮ってみてもお隣の韓国ってすごい進んでるんですよ、うん、例えば冬ソナ、うん、冬ソナって途中であのシナリオとかをどんどん変えてるんですよ、うん、でペヨンジュンは最後死ぬ予定だったんですよ。出た出た、え、そうなんですか。そうですよ、最初 の、 あの脚本ではペヨンジュンは死ぬことになってたんだけど、で死にそうな感じだったんですよ、はい、ストーリーも、はい、そしたら視聴者の方々から5万人から、はい、イオン様死なせたら、はい、お前のテレビ局は絶対見ないぞ、二度と見ないぞっていう、はい、メールとかがもうブワーッと来て、はい、それで変えたんですよ途中で。でこれは別に極端な例ですけど、うん、韓国のドラマっていうのはもう視聴者からの意見がメールでリアルタイムに入ってきて、それを見ながらシナリオ変えてってんですよね。だってお客さんが喜ぶものを作るのが当たり前じゃないですか、うんうん、で今のテレビでもラジオでもそうですけど、作り手側があまりにも独りよがりすぎる部分が多い、うん、俺はこう思ってこれが楽しいから、うん、こうしたらみんなも楽しいはずだと思ってやってるわけでしょ。確かにそれは当たることもあるんですけれども、当たる確率も割と高いと思うんですけど、うん、さらにそこにユーザーからのフィードバックがリアルタイムにネットで入ってきたら、うん、もっと良くなるはずですよね。そっちの方向か、あいつをクビにしようとかそういうことじゃないんだ、うん、そうそうそう、よくしていこうっていう、例えばね、これは一つの活用例ですけど、うん、他にもいろいろありますけども、例えばこういうことができたりとかすると、うん、いい、要は映像作品がどんどんレベルアップしてくるわけですよ。ってことはあれだ、うん、40株じゃねえんだよ、40株とか買うんじゃなくて、日本放送買い終わってからメールで伊集院さんのオールナイトニッポンをやりましょうってみんなでいっぱい出せばよかったんだよ。まあそういうのはだからありですよ。ほらありだったじゃねえかよ。もうお前らが連れてかないからね、そんなのね。お前らはここでのたれ死ね。お前らはそれでいい。そういう俺は堀江さんと違ってバンバン首切る主義だからバンバンお前らのせいだっていう主義だから。あ、そういうことか。わかりました。僕ちょっと40カーブの使い道も考えなきゃいけないんで、今日のところはこのぐらいにしますね。じゃあこれからそのじゃあ我々がこういうことをやっていくつもりなわけですよ、はい、要は日本その番組もよくしていくつもりなんですね。そういうポジティブフィードバックを利用して、それ以外にもちろんネットと連動させた企画ってのはいっぱい考えてるんですけど、こういうのをやるともしその日本放送の企業価値が上がると思われるんであれば、うん、持っとけばいいわけですよ株は。難
しいな、持ってようかな、どうしようかな。いや、要はだからそれは僕らにどれだけ期待をできるかってことですよ。今一個思い出したことあるんですわ、うん、ここ TBS のスタジオなんでこれ以上やばいですわこれ以上はやばいんで、どうも堀さんありがとうございました。もしも日本放送の買った際にはですね、面白いラジオパーソナリティがいるということを一個思い出していただいて、ぜひなんか株主総会とか来てほしいですよね。見に行こうかな、見に行こうかな、うん、俺見に行っちゃうかな、一緒に行く、とりあえず行ってくるわ、とりあえず行く、ね、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。目論見外れたな。月曜ジャンク、一級院光る深夜のバカ力、騒動に乗じてお金を儲けようとしたり出世をしようとするとろくなことなしスペシャル。どうする株、40株日本放送の株さ。いやいや、なんか今さ、みんな金返すみたいな空気になってるけど、いろいろおかしいかんね、そんなのね、いろいろ。だって俺はもらった金じゃん、もらった金、もらった金を運用した。あのね、テープ聞いたでしょ今のね、お前らがもらったっていうのに対して一回も、お前らが貸したっていうのに対して一回も返事をせずにもらったっていうか、俺は絶対何度聞き直してもらってもいいですよ。お前ら一方的になんか泥棒とか勝手に名誉毀損で訴えるけどね、俺のゴールドチームで、完全にお前のことを訴えるけど、お前らのことを訴えるけれども、そこはいいじゃん、俺の金のことだから。だけど問題は俺の金が減ることですよ。問題はぶっちゃけ言おうかね、も盛り上がったじゃん、俺が株買ってきた後に書類をみんなに見せた時すげえ盛り上がったじゃんか。俺の絶対堀江は買うと、堀江もんは金に糸目をつけねえ発言にね、意味わかんないんだけど、その部分のテープはあまりに恥ずかしいから流してませんけれども、堀江は 35% 持ってけど俺は40株持ってから俺の勝ちみたいな理論までお前ら全員でうなずいたじゃん。パーと株じゃ全然違うのにもかかわらずものすごいうなずいたじゃないですか。あとさ、株買うとさ、家にさ、こういう株買いましたっていうさ、証明書みたいのバンバン来んのよ。それをかみさんが見てっから、お前何27万もこの婿養子勝手に株ぶっこんでんのみたいな話になってんのよ今。絶対絶命なんだってさ、もう。だからだ、あれよ、なんつったらいいのかな、ほら今のテープを聞いてね、ね、特にですよ、僕が思うことは、フジテレビの日枝さんとかね、日本放送のピーナッツみたいな顔した人とか、それからあと TBS の内部の偉い人ですよ。これが額面通り俺が暗躍したみたいに受け取った日にはだ、あれですよ、もともとはすごく小さいことを誇張して言った なんすカミングダウトですよ、いわゆる僕のカミングダウトだったり、大丈夫か事務所的には。まあいいわ、事務所は一応公式コメントとして謹慎させます出してんですから、名前言わなきゃいいんだろ、批判を浴びるけど、浴びるけどね、名前を言わなければいいんでしょ、とかいいと思うよ。何人敵に回すんだ一回の放送でよ、帰るとこなしか、家族もないし、家族もなしね、でプロダクションなしね、ここなし、フルスなし、なんだもうこれ、ないない尽くしか、もうこれは。ほんな、なんか批判浴びるとか言うなよ、もうそういうのは。ねえ。本当によ、かわいいもんですよ。ねえ。向こうは店潰したなんていうのを笑い話してたんですよ。こっちは自分が被害受けてる話じゃないですか。本当にさ、もう。どうしよう、ね、じゃあほんとね、俺のさ、そりゃそうですよ、僕のクソアイデアのせいですよ僕がひらめいた時は大体大変なことが起こります。うまいこといかないのは当然なんですよ。ほんとあれですよ、今ね、とにかく構成の渡辺くんなんか怒ってるでしょ、金はいいとそれよくねえとで、構成の渡辺くんなんかもうあれだもんね、韓流ブーム便乗企画、自称ヒョン様総出演、勝ったらコチュジャンフグリすり込み、
負けたらキムチ風呂下半身浴グーなしじゃんけんスペシャルやりたかったんだもんね。どっち転んでも自称日本様のそっくりさんがヒーヒー言うだけの強かったなガーナの日本様。メガネかけてるだけ冬様一回も見たことねえっつって日本様って言うと金くれるらしいって来て、あれでお前ふぐりにすごい勢いでコチュジャンすり込まれてアヒアヒ言ってた。あれを応援すりゃよかったんだけどいやだけどね、最初の俺の目論見はこうだったんですよ、ね、株が売れたらね、当たり前ですよ株が売れて、例えば俺のその小さい地知らなかったのがしょうがないじゃないですか。俺だってあれだもん、成り行きってのも知らなかった。成り行きで知ってんのは成り行き痛快番組風雲竹市場しか知らないですもん。成り行き、成り行きでいいですかって、おい成り行きでって言ったんだけど、俺最初その受付の相手してくれてるお姉ちゃんがなんかわかんないけど適当に買うのかと思って成り行き、成り行きじゃなくて真面目にやってくれよと思ったんだけど、もう周りの雰囲気がなんかもうだって次の日堀江さんに会う日に買いに行ってる、しかもその窓口閉まる寸前だから成り行き成り行きってアバウトにやってなくなやろうと思ったんですよ。でそれ買ってさ、でみんなで言ってたのは正直みんなのね瞳も円マークでしたよ、出世と金に埋もれた顔してましたよね。要するに堀江さんが、堀江さんをね俺が口うまいこと言うとね、要するに 49.9999% 買ったところであと40株欲しかったなと思っても遅いんですよっていう話をしたらそうかと思って、もうすぐにちょっと俺リーマンブラザーズ行ってくるわっつって、ね、ちょっとリーマン6億貸してくれみたいな、で俺にくれんじゃねえかと思ったんだけど、それで6億もし入ってたらちゃんと番組予算も返しますよ、倍にして返します、3倍にして返しましたよ。お前らから借りた金はもうなんか6億からしたら端数だから絶対覚えねえ、もう全然借りてねえし、全然借りてねえし覚えがねえしね。だって株の名義は篠岡健ってすげえリアルだったし、俺の本名だし ね篠岡様だし、でそのそうしようと思ってたんだけどこうなっちゃった一大事ですよ。リスクをみんなで分け合おうよそれはリスクをみんなのリスクだからね。あと俺もね別にそれだけですよ、前後策として最悪その株が売れなかった場合にはね、もしくは40株持ってる状態だったらば村上ファンドっていうのあるんでしょ、あれみたいので俺上ファンドとしてはライブドアと組むから日本放送の経営の主導を握った時に取締役にしてもらおうと思ったんです。したら俺あれだよ、一人で取締役になって向こうで送金場でガハハじゃないチミチミじゃないですよ、うん、ねペローンじゃないですよ僕、ね、社長なんて言われてペロンペローンじゃないですよ僕。その時にはちゃんとねこの番組の家族同然の気心の知れたスタッフをねプロデューサーの池田は主演さんにね、構成の渡辺はバボちゃんの中に、ね、でディレクターの柳沢は彫刻の森美術館で寝てる人に、そして AD の砂川は勇敢富士を竹の子積みする人にですよ、みんな連れてこうと思ってたんですよ、それ全員をねえ。それでピーナッツ見て顔したやつに上からおいっつって、でさらにもっと偉い人に一人、俺のが初めてラジオやった時に頭をつかまれてクンクンって匂いかかれて売れる匂いのしねえやつが来たなって言われた、まあ宮本さんなんですけど、すっごい偉い人なんですけど、あれより上だろ、あれより上で絶対その頭つかんで売れる匂いがしねえなって言ってやろうと思って、そういう壮大な計画を僕は持っていたんですけども、知らねえよ POB とか東京ビューティーセンターみたいなとこだと思うから、わかんねえけども、はあ夢にまで見た暮らしだってオールナイトやりながらさ、面白くねえ、もうオールナイトなんかもうバンバンいろんなのやっちゃう。面白かったのがこの後その日曜の昼の番組の収録とかもあったん で収録で日曜の昼の番組の収録に来てたんだから堀江さんはもともとね、それにちょっと15分くださいっていう話で、その15分がね俺のそのが
ビッグトゥモローに乗った時のでかい見出し、あの15分って見出しになる予定だった、まあ15分ですよね、今となったらそのあの15分じゃなけりゃですよ、あの15分じゃなけりゃまだまだまともなスペシャルができたってことですけど、その時にね、そのあとでその方で真面目な日曜日の話とか聞いたんだけど、なんかねこれ株の取り合いとかあんま実は俺らには関係ないっていうか関係ない方がいいじゃんね、ちょっと関係作ると大変なことになる大変ね、関係は作らなくてもいいことじゃないですか、なんかネットとラジオとかを融合させるってどういうことみたいなのを聞いたら、まあ、いろいろ言ってたの、中で面白かったのはもうオールナイトニッポンをやりたいタレント全員がもうネットラジオで俺あらゆるオールナイトニッポンやって、でそれに対してこうネットでハガキとかメールが来るわけじゃないですか、で一番面白いってなったやつを本当のオールナイトニッポンに入れるみたいなことしてって、いつも入れ替え戦だと、でちょっとこうあれでしょ、あの同じ局で同じ時間帯を9年10年やってるから、あそんな怒らねえだろうと思ってうかつに TBS の内部で日本放送の何のかんのみたいなのやってて、ふんぞり返ってるやつっているわけじゃないですか、そういうやつっていうのはすぐ変えられるように、本当に実力主義のなんかその番組ネットとの連動、ネットは二軍とは言えないけど、ネットはまだそのルーキーリーグ でそこで実績つけたら一軍入りみたいな、で一軍でももうそんなに面白くないって言われちゃったら落とすみたいのをやるみたいなの聞いて、俺取締役でそれやりてえわ、だ田代さん俺が取締役だったらよ、だったらって言ったらすっげえ寂しいの、なんでだろうだったらね、だったら田代32のオールナイトニッポンね、すごいヒットマン河野和のオールナイト日本ね、ガーナのヨン様のオールナイト日本、カンボジアのオールナイト日本ね、とにかくオールナイト日本なんですよ、みんな。それでそれがどんどんこう上がっていく、オールナイトもほら一部二部、今なんかまた違う分け方になって思うけど、一部二部みたいのも全部実力主義で変えられるとか言うからさ、よかった俺 TBS で最高 TBS、 ほんと最高 TBS ですよ、本当にもう。まあでもあの40株がどんどん増えていくようならまだこの発言も少しずつ変わっていきますよ、それは少しずつ変わっていきますけれども、いやなんかね株のこと全然わかんない、意味わかんない、あったのこれって、俺本当にイタストで株だけで勝つのすっごいうまいんだよ、お店を本当は買い占めるゲームじゃんイタストってね、だけどお店あんま持ってなくても株持ってればすっげえんだよ、でね、でびっくりしたのは堀江、あいつ本当にイタストやってるやつだなバイオハザードで本当にゾンビ撃ってるやつと一緒よ、バイオハザード俺やってんだぜって言ったら、あ俺昨日ゾンビ3体3弾銃で撃ってきたぜっていうやつと一緒ですよ、やってることはリアルザイタストじゃないですか、何倍買いとかあいつやってんですよ、止まらないようにしよう、止まらないようにしないと全然もう破産になっちゃうから止まらないようにするわ、じゃあですね、ガガガスペシャル神戸無責任時代、なんかさ自分たちのことでさ精一杯でさ見てなかったんだけどさ、今日の今日の出来事にさあの堀江さんさゲスト出てすっごい怒ってて、なんかプン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 だったらしいよ、なんかすっごい怒って帰るぞみたいなこと、こんだけ失礼なことしてて帰らないのにないきなり呼び出されて40株買えって言われて、ほんでも怒んねんで、なんで怒ってんだろうな、そういう意味じゃな、ありえないだろいきなり、向こうはさ何百億買えて何百億買えて、もう1000億と以上投資 してるわけでしょ、それに対してさ株も知らねえやつが40株買って今すぐ買ってくれっつったりとかさ、なんなら取締役にしてくれみたいな話してさ、一切怒んねえで応じてたしなあ、なんだけどなあ、なんか聞いてちょっと怒ってた理由を知ってる人いたら、まあファックス空いてますんでファックスとか言ってほしいんですけど、まああれですよ、 CM の間もねあの球団大会ですよ、ものすごい勢いでね、そういうね、お前らは知ってる自己責任っていう言葉、自己責任なんですよ、そういう意味じゃ、俺がくれって言ってたらもう一回人にやった金をね、死の子の言うなっていうことなんですよ、俺に言わせれば、何度でもテープ聞き直せ、
なんかお前らが貸した貸したっつってるとこなんかほとんど切ってあっからよ。で元のハードディスクは全部消去してあっから残るわけねえんだよ。もう言っとくけどそういうことに関してはね。まあただ一個だけありますよ僕も。一個だけあるのは、まあリスナープレゼント予算に関してはね、戻さなきゃいけないかもっていう気が、そこを戻さないとちょっとダメなんじゃねえかなっていう気が、いくらね、皆さんが今そういう意味では今ラジオ聞いてる皆さんからその私利私欲を肥やした上にですよ、裏番組出ての何の言ってた人間を評判悪いオレビッシュでもいくらオレビッシュでもそれはまずいってのは分かってます。それはすごい分かってますんで、いろいろ考えた結果ですね、プレゼント企画を考えましたね。で、僕あまりに株のことを知らないんで、一応その証券会社の窓口でお姉さんにインサイダー取引っていうのにはならないんですかって聞いたら、ちょっと鼻で笑いながら、ああいうのは株価に絶大な影響を持つ人しか関係ないんですみたいなこと言われて、あ、そっかみたいな感じにはなったりしたんですけれども、でも面白いよ。なんか面白いって言ったけど、じゃあインサイダー取引って何みたいな話を聞いて、なんかわかんない、一タレントごときはあんま関係ないらしいんですよ。その受付の人が言うには、いろんな解釈の仕方があるんですけども、一タレントごときはそれほど関係がないと。でだけどまして俺その日本放送でレギュラー持ってるわけでもないし関係ないと。でもファミ通とかで俺ゲームのコラム書いてるでしょ。あの時にまだ発売とか発表前のゲームとかを守秘義務契約って言って、これお前喋ったら、てめえこの野郎口にチャックしなかったらお前どうなんか分かってんだろうなと思って、口にチャックしなかったら横っ腹にチャックつけてやろうかみたいな契約書みたいなのあって、そんな暴力的なことは書いてないですけど、とにかく内緒、ある期間が来るまでは内緒ですよっていうゲームを見て、でそれでコラムを書いたりとかするじゃん。そうするとゲームには影響力があると見られるらしくて、影響力のある情報を知り得る立場にいるとかいうことらしくて、ゲーム会社の株は買えねえみたいな、なんかそんな話とかも聞けて、まあそれはそれで面白かったけど、今の情報量でいいじゃんお前らは。こんな株に関するすごく俺みたいな経済アナリストの、アナリストって言葉ってアナルとリストがついててすっげえ面白いよな。なんか手首までアナルに入っちゃってる状況みたいな感じするもんな、なんかな。もう一回にガラスの向こう笑わないね。特に自分のポケットマネー5万取られてる人あんま笑わねえな、それな。ねえ、でね。ルールがよくわかんないじゃないですか、株。だから、株券をプレゼントするのが一番いいんだよ。それダメかもじゃん。なんかそういうのって、俺たち、こら株はプレゼントするもんじゃねえんだろうやろみたいなこと言われるかもしれないから、それはダメなんで、ダメかもしれないことから逃げとかないと、今本当に危ないですから、ね、本当にダメですから、ね、こうします。じゃあタイトルコールです。日本放送株、10株分の現金を相場に応じてプレゼント。これも知らなかったんだけど、株買ったらさ、株券見てえじゃん、あのビール券見てえやつ見てえじゃん、何株って。それね、だから窓口のところで株券が持ちてえみたいな話したのね。普通はそのなんかこの書類上あなたは何株持ってますみたいなやり取りで、その分の現金がその証券会社に作った口座を行き来してる感じらしいんだけど、株券どうしてもその40株持ったら40枚持って、実際今日間に合うようだったら、その収録日に間に合うようだったらホリエモンの顔ペチペチしてくれの40って言いたいぐらいの感じだったんですけど、で注文株券はどう持ちたいんですけどって言ったら、いや持たれてもいいですけど、我が社で管理する形の方がいいんじゃないですかみたいなこと言うわけだけど、俺は株券見てえから、いや株券は実験欲しいみたいな話をしたら1週間後だかなんかに届きますみたいなのがまず1個と、で1回それを申し込んだわけ。それやってもったら、もう明日明後日ぐらいにはもう1週間4日後かな、4営業日後だからだから明日ぐらいか明後日ぐらいにこう株券来るらしいんですけどね。で1回手元に株券にしておいた株っていうのは、それ証券会社でにの管轄外だから、外だから、もう一回証券会社で取引したいときには、またその株を戻したときに盗品じゃないかとか、そういう審査がかかったりとか、あそこの株主の名前を篠岡健に俺の本名にすると、それをするにあたっても株券1枚あたりいくらっていう手数料がかかって、でその株の会社によってこの銀行でだけしか書き換えられませんみたいなのも決まってて、だから俺その株券をこう自分の手元に送って
おきたいっていうことで、あ、金めんどくさいことになってるなんかわかんないからめんどくさいことになってるんで、本来今日にでも売って全部なかったこと、お前らとの付き合いもね全部なかったことにしたいぐらいなんです。テープも全部消したいぐらいのところなんですけども、堀江さんのテープよりも先にね、あの自称四様のグーナジジャンケン大会、ね、勝つメリット何もないやつ、あっちのテープ消しちゃいましたんで、それでなんだかんだで結局僕はスペシャルウィークの予算に6万ちょい6万ぐらい手つけてるんですよね堂々と言ってますけど、いやこれはあれです、誇張して言って手つけてんじゃん、企画だから誇張してるだけじゃないですか、またそれで違う、だからまあそのいろんな都合上ですよね、あの強盗じゃねえかみたいな、何その公正アドバイス、強盗じゃないですよ、一回も暴力を振るってませんから、まあそのなんだかんだで友達との間の民事の経済関係の金銭トラブルはありましたけど、そこ以外はクリアにしときたいんで、あのだからそのままじゃあ現金で返すよとかは面白くないですからね、要するにその10株分返せばいいでしょ、お金を10株分だったらちょっとその許してもらう料金も入ってんじゃんか。そうだよ、6万だったのに、6万もらったのに、6万7千円ぐらいになるじゃないですか。で、しかも、みんなにもちょっとその株ごっこというか、その株を持ってるっていうことのハラハラ、ね、ハラハラを味わってほしいっていうことで、10株分のお金が欲しい方。お金が欲しい方、あなたなら何月何日に株を売るか、ね、これを書いて応募してください。で、当選者は来週月曜日2月28日に発表するので、売る日の指定はその次の日の3月1日以降の日付でお願いします。で、これおいそれとすぐに売れないみたいなんで、分かりにくいそのいろんな細かいやつもありますから、まあ、それ俺は株で持っちゃってるわけですから、それは僕持ってますんで、その日の株10株分の金はじゃあ出しますよ私。丸め込まれてみんななんか丸め込まれて、俺もわかんないままやってっから、ただマジーのはリスナーの金をまんま手つけてんのはマジーけど、池田プロデューサーって言うと友達じゃなあ、だからそういうとこすごい仲のいい友達同士で全然ロガジャガンできる、あっちはだから言ってくれた日の終わり値にしようや、言ってくれた日の2月28日発表ですから3月1日以降のすぐ現金プレゼントが欲しいっていう人はもうその3月1日って書いてくれれば1日の値段だし、これはこの後乱れに乱れてすげえことなんじゃねえの株価みたいなのになるんだったら、もう分かんないけれども、あ、今年以内にしとく、この番組続くかどうか分かんない、てかあるの来週ねえ、来週あんの、10月までにしとこうか本当に危ねえから、本当にこんなことばっかりやってて本当危ねえから、9月いっぱいまでの日付にしよう、俺責任持てないとこ行っちゃう可能性あるから、ね、最近マゾっぽいわ、なんか怒られる方に何かすごい寄ってるような気がするんだよね、本当にそう思うんだよね。でいつか堪忍袋のね尾が切れるんだよね。ただまあ最悪こういうし、ね、仕事との関係が終わったとしてもプロダクションだけはって思ってたんですけども、ねえ、先週トースポにでっかく名前書いてあるトースポをさ買ったんだけどさ、それをさもう楽屋でこうやって広げてさ、うわーとかリアクションしてたらさ、そこにたまたまホリプロの偉い人来てさ、何が面白いんだいや全然面白いことじゃない、社会的にもいろいろみたいな感じのことも起こってます、ね、日々起こってますから、9月いっぱいっていうことにしましょうね、ですから、10株分の現金のことです。株は直接差し上げられませんが、10株分の現金が欲しい、まあ、クイズだね、クイズ、10株分の現金が欲しいっていう方でも、スペシャルウィークのプレゼントとしては相当現金じゃなくするね、10株分のファービーにするファービーの相場がこっからすっげえ上がってる可能性あるからね、急に分かんねえけれども、ガーナでファービーブームが、ガーナの四様が持って帰ったことですげえファービーブームが来た時にとかありますから、その時に相場があれですから、じゃあ分かりました、細かいこの応募方法とかは少なくとも予算は今こういう意味で、およそ
6万前後は確保しました。大きなことがないかいや確保しましたんで、番組終わりまで聞いていただいたらそこで応募方法と、じゃあそのまあ現金だろうな、だって丸め込まれてくんねえものそうじゃねえとねみんなプンプスプンスかプンスか怒っちゃいますから、まあ、あの何をどうするかっていうのは番組の最終、まあ、あの最後の時間までにもあのちゃんと発表しますんで、番組のエンディングまで聞いてくれと。であとお前らは知らないよ、泣きねえ、いやてか分かった分かった、じゃ あの友情がすっげえ上がってる、友情パワーが上がってなかったら、お前悪魔超人が来た時にお前全然太刀打ちが全然できないの。ダイヤモンド強度の超人の鎧みたいな。ファックスがいくつか来てますけど、あの僕らがちょっと見逃しちゃった強敵で、あの堀江さんが怒ってたっていうことなんで怒ってたかっていうのをやっぱみんな見てますね。川崎の伊藤潤さんがですね、昔定価で買った V2 のビデオが全館セットで350円で売ってたと。もうなんだよそれ、お前あの頃すげえ XYL 並みにすんごいブームだったじゃねえかよみたいな、定価で買ったじゃねえかよみたいな、で場所飛んじゃんみたいな、それが普通に歩いたら「え全館でこれ」みたいなことになっちゃった時にすっごい腹立つみたい、ツインピークスもたまに「てえー!」みたいな、何度「ターミネーター」の特別版見て出てんのみたいな、何度も何度もみたいな、 DVD でも出んだみたいな感じに今すんごいなってて、お前なんでそれを強敵で怒ってんの、ねえ、息の問題ね、息にそれ見て怒って入ってるっていう。それからですね、和光市のラジウムうどんさんから、堀江社長が強敵、あこっちだ、そりゃ嘘だ、そんなんで怒ってたって関係ないもん強敵と、ね、に似てると関係ないからそれね。スポーツマックスにおける長嶋一茂の扱いがすっごい微妙になってると、偉いのか一茂なのかみたいな、ね、すごい偉い、なんか役職ついてて偉いの扱いをするんだけど、でもあいつ一茂だしみたいなところを見てて、どっちかにしろみたいな感じに今なってるっていうことですよね。あと一応世界一受けたい授業の町秋の扱いの適当さんって書いたんですけど、はい、僕もそう思いますよ、すごく思います。出ててもんなんだろうこのなんかツートップっていう感じの上田くんと町秋いる時に、町秋んと思う時あるんですよね。それからですね、ゲボッチューさん、堀江さんが怒ってたのはね、あの母親に早く風呂入れ早く風呂入れと何度も言われてて、もうな今テレビ出てるからもう声入っちゃうからっつって感じとしては、まあ俺たちこう30代中盤ぐらいがあのテレビにビデオがねえから音声をテレビの前に置いてカセットテープに録音しようと思ったら、ご飯スパゲッティだからみたいな、スパゲッティだからなんでそれみたいなので、なんかそれが全部入っちゃった時の怒り方、また堀江さん似合うのね、その感じが顔的にすごい似合うんだよね。それからですね、俺それからすごい思ったんですけど、あの神さんのね女友達にね、堀江さんは そいつをその堀江さんはこう世間をちょっと敵に回すような表情とか顔をするって言うのよ、そのなんかそれはまあその 女性のその人の感覚だと思うんですけど、で言うんですよ。でしばらく話した後に、ずいぶん経ってからテレビに堀江さん出てるのを見て、伊集院さん堀江さんの顔似てますよねみたいな話になってるのね。どういうことなのそれ。でしかも似てる気がするんだよね、俺あんま自分でよくわかんないんだけど、少なくともいとこだって言ったら通じるぐらいの感じの顔なんじゃねえかな。おってことどういうことどういうことみたいなことになるんですけどもね、世間的にはね、なんかね、ね、もううまいこと言ってたよ、なんかうちのその何うちの神様主婦じゃないですか、主婦連の話してることはなんかね、その世間はこういきなりすごいいろんなこと言ってくる人も負け犬の遠吠えとか全然怖いと思わないけど、あの人お金持ってたりするから普通に戦闘力のある犬が遠吠えしてる時は攻めてくるって思うじゃんっていう、だからすっげえ怖えじゃんみたいな話してて、中間ぐらいがいいんだけどな。だってさ、変な話、こう実力主義とかにずっとなってて、実力主義ってこう聞こえはいいんだけど、ヨン様殺さないでって言ったら殺さないみたいな、正しくはないと思うね。ヨン様殺さないでって言ったら、いや殺すけどその冬空のストーリーは変えないけど、より面白くはするよ、納得いくようになってるよとかが正しかったりするとは思うんですけども、なんかすっごい大変そうな気がすんな。ただあれじゃねえの、あのスタッフとかは特に現場は得すんじゃねえ、あどっちかな、だって
番組数が異常に増えるわけじゃないですか。でそうすると番組の担当はすごい増えるわけだから、今結構番組数が減る傾向にあって仕事あぶれてるスタッフとかは来るわけじゃないですか。制作会社とかもどんどん契約されるわけじゃないですか。だから問題はそれで給料が変わるかどうかですけど、給料もはよ何ちゃんと働いてる人は上げるみたいなこと言ってたから、ごめん今までなんかごめんねえガラスの向こう今までなんかごめん、俺も頑張っていこうと思ってんだ、いろいろ頑張っていこうと思ってるからね。それとかちゃんとさ、ほら俺もさ大げさに話すからね、大げさに、元は本当にちっちゃいことだ、元は本当に本当にちっちゃいこと、もう元はねもう一行で言えること、お金が欲しい、お金が欲しい、偉くなりたい。嘘つくの泉。ハガキとかってなくなっちゃうのかな。そういう風にこう、俺ハガキ好きなんだよね。この番組もちょっとねネットで出せるようにはしていかないと、これ金の負担があるからね、あの書いてる側にあるから、ネットはなるべく広げていこうって、今もネットで投稿できるコーナー増やそうなと思ってんだけど、ハガキ好きなんだよね。四角いじゃん、四角い、すごく四角いね。もうハガキ以上に四角いものは見たことがないっていうぐらい四角いんで、どうにもこうにもなんですけどね。あとだからファックスのところにすげえ株詳しい人ね、詳しい人からいろんなこと書いてもらってるんですけど、読もうと思ってもレベルが違うからわかんねえほら、これが冗談で書いてるかどうかのレベルがもう分かんねえから、指針としてなんか何ですか、そういうのあれば教えてくださいなっていうぐらいなんですけどね。だってなんかねいろいろ書いてる、知らないよこれ、嘘つくのコーナーのテーマ流れましたからね、嘘でも本当でも知らないですよそれはね。堀江さんが言ってたのは、株式会社ライブドアとしての購入は法律上できないということだと。だから堀江さんが個人名義で買うことに問題はないと思うんですがっていうのが書いてあるんですけど、本当なのかな。でもそれじゃちょっとザルっぽいじゃんか、ザル法っぽいけどどうなのかね、全然わかんないけどな。いろんなことあんだよ、なんかその初めてそのきちんとそういう証券会社とか行くでしょ、そうするとね、そんなこと全然知らなかったみたいなことあるよ。なんか株主優待つって株持ってる人になんかくれるみたいのあるじゃないですかね。あれ俺ホリプロの株いっぱい買ったりすると、俺あそこでふんぞり返ってこうホリプロ夏祭りで株主を招待するキャンペーンとかあるわけですよね。そういうのとかふんぞり返って見てられんの和田さんみたいのいいのねえ、てかお前いつも来ねえくせになんで客席では来るんだよみたいな話にはなると思いますけどね。まあそんなこんなで嘘つくいきますが、とにかくですね、本当のことは基本的に一切ないですね。嘘を送ってくださいというコーナーです。ですから、嘘にもかかわらずへーっていうような文言があった場合にはどんどんへーボタンを押していきます。でそのボタンを押した数だけ、深夜のバカカードを差し上げるという、そういうコーナーです。犬猿の仲というが、犬と猿は基本的に仲が悪いわけではない。しかしヨークシャテリアとオランウータンの組み合わせだけはものすごく仲が悪く殴り合いを始める。へーへー。顔、人間のサイズにすると1リットル入りの牛乳パックに入った牛乳を 0.1 秒で吸い上げられる計算になる。へーへー。っていうことは安田大サーカスのヒロ君を蚊の大きさにすると結構数蚊になるところだよねわかりませんけどね、しなくていいし。現在市場に出ている電気卓上式計算機電卓のほとんどは計算を行っていない。 IC の小型化とレスポンスの関係で全ての計算のパターンが入力済みなのである。広い意味で電子辞書ワープロの一種とも言える。すっごいうなずいて、ものすごい最初読んだ時意味わからなくて、
よくよく考えたら意味が分かってきて、すっごいうなずいて、その後ポカーンとするね、なんだろうこの理解と理解とうなずきと嘘じゃんっていう。要はワープロのこう先読み変換ってあるじゃないですかね。シュチ肉林って、例えばシュって入れてる時点でお酒っていう言葉のこうパターンがいっぱいもう頭の中で計算して、チーまで入れるともうシュチだったら肉林しかねえみたいなのと一緒で、3×の状況でもう 3×から始まるやつは全部もう計算されて、計算というかリストアップされてて、それが限定されるごとに減っていくっていうだけだから、ある意味ワープロと一緒みたいな。分かったでしょ。ただ嘘だよ。すげえ分かったかもしんねえけど。へーへー。テレビの力のガブリエルに針素直程度の画力があればいいのに。へーいいのにね。あの夢で見るやつ、ガブリエル夢で見るやつ知ってる一人。なんかこう重大な時期、俺思うんだけどさ、まあ出ることないからいいかもしんないけどさ、テレビの力のさ、あの殺人事件とかをさ、こうああいうのにするっていうのってさ、いいの？いいてかすごい昔でみんなが諦めた事件とかはいいのかどうか知んないし、あと本人とかその遺族の人が希望を持ってたりとかするならいいんだろうけど、うちの子が行方不明になったんです、じゃあちょっと寝るわっつって、あのドリームサイキッカーって知らねえサイキックドリーマーでグーグー寝んのよ、ね、でいてあで夢で見たっつって書くんだけど、また絵も下手でよこいつがね、あんまうまいと限定されちゃうっていうところに、まあねまあねっていうのはなくはないんでしょうけどね。俺押したっけ今。あ押した、うん、続いて、今観客の視線がシャラポワの乳首にばかり集中してしまうため、ウェアやラケットの広告効果が薄れるとして、シャラポワのスポンサーであるヨネックスはニプレスの着用を要求しており、次の大会からはシャラポワのポッチは見られないとテニス関係者は読んでいる。へーへー。南セントレア市という名前を考えたのは細木和子。へえへえ。東京歴史博物館に展示してある江戸初期の頃の桐タンス、歴史的に貴重なものとして展示してあるが、実はこのタンスの一番下は上げ底になっており、その中には当時持ち主だった若旦那が隠した大量の貴重な春画が未だに発見されずに眠っている可能性大。へーへー。僕が大学に落ちた時の母の残念は怒りとかそういうレベルをはるかに超えている。ごめんごめん、もうあの嘘つくじゃねえし、ねえしって言いながらポイポイ押してますけども、トリビアの泉は視聴率が高いので、明日使える知識と言われても明日になれば全員が知っているが、日本対北朝鮮の裏番組としてやっていたトリビアの泉の知識は余裕で明日使える。へえ。林家ペイが芸能人の誕生日を覚えていることは有名だが、パー子は没日を覚えている。へえ。笑いながら言うんです、ゲラゲラ笑いながら。最後、宮内アナに取ってもらうのは若月千夏じゃなかった。まあ、最後のやつはすごい2の人しか分かんないです。もう何週間か何週間前に、まあ、あの宮内静雄アナウンサーにいろんなねあのテープを撮ってもらったんですけど、その時2択で撮ってもらって、撮ってもらった方が若月千夏さんだったんですよ。で撮ってもらわなかった方がまた違うタレントさんだったんですけど、そっちの方が使えたっていう、どっちかっていうと使えたっていう話ですよね。これはもうあのずっと聞いてる方へのサービスです。もうサービスだと思っていただければ。ちゅうことで、今日読んだのはねあのね、なんかね、先週さ読んださ、初詣の時ぶつかって謝んなかったやつがってやつあったじゃん。謝んなかったやつに不幸が訪れますようにみたいになったじゃんか。あれを読んでから今回も、電車の中で羽飛び面白いよねと言っているバカップルの男の濡れた傘が俺の足についていて、冷たいんですけど
みんなにちょっと不幸なことが起こりますようにって書いてあるんですけど、そういうあの別にここ七夕じゃねえんで、ね、その後ろ向きの七夕みたいなコーナーじゃねえですから、こういうのはダメですからね。今のが、ビーナーズラックさんからいただきました。これからですね、宮内アナはエケエケさんですね。それとため、トリビアの泉スロースターター、そうだよね、50何パーセントとか見てんだもんね。だからそう考えたらあの日は見逃してる可能性がすごい高いわけですよね。そしたらしれっと再放送やっても大丈夫そうな感じしますけどね。わかんないですけど、いつも 20% だとすれば少なくとも 10% は取れるよね。あのそうじゃん、北朝鮮戦の裏番組は早めに土曜の昼とかに再放送をしたりとかすれば、少なくともその、いつも見てる人が平均的に北朝鮮戦を見てると考えたら半分の数字は絶対取れるわけだよね。試して合点とか、すげえ、なんかちょっと本当っぽい、うん、実際やっても知らないよ、実際やって取れようが取れまいが俺のしたことではないですけど。それからですね、ラジオネームスマイルピクルス抜きが、林家ペイさんが芸能人の誕生日を覚えてることは有名だが、パーコが没日を覚えていること、没日没日を覚えていることはあまり知らないね。まあ命日か、要は命日よ。ラジオネームギャオス福浦、僕が大学に落ちた時の母の残念は怒りとかそういうレベルをはるかに超えている。きついなあ。そして、南セントレア市という名前を考えたのは小杉和子天王山さん。それと、ミンタミーさんのこれはありがちな気がするよ。歴史博物館に江戸初期のキリタンスとかあるじゃないですか、ね、絶対人間なんてみんなそんなには変わってないから、若旦那が見つかりたくない旬画とかは絶対一番下の引き出しとかに入れてるんですよ。であれ溢れそうになるとなんかこう巻き込んで裏に入ったりとかするじゃん。あのでっかい机の引き出しの裏側に結構昔のエロ本出てきて、うわ得した感あんじゃんか。ああいう意味で北斎のやつとかが、北斎漫画がね、眠ってる今そのキリタンスをこうやって外から見て、まあ古いだけでこれは価値がないですねなんて言ってるかもしれないけど、解体したら中の隠しその引き出しがないまでもペロンって巻き込んだやつだけは一枚だけはあそこに隠れてる可能性は大だよね。そういう意味じゃ清之助とか絶対見てると思うよ。清之助とかあそこうまく開けておいでいて、ちょっと冷や汗かきながらいい仕事してますねぐらいのこと言いながらと思いますけどね。それから腹ペコの人間便器さんがさっきの電卓のやつ、これ理屈っぽいのは割と嫌いじゃないんでね。てかここまで一生懸命理屈をこねている嘘っていいでしょ。すごくみんなを説得しようと思って言ってる嘘は大好きです。それから、ラタイフィート童貞番長ね、フィートはフューチャリング、フューチャリング略して童貞番長、テレビの力のガブリエルにハリス・ナオぐらいの画力があればいいのに。テレビの力、俺こうほら月曜日だから見られないことが多いんですけど、もうねビデオ撮ってまで見てますね。なんかわかんないんだけど、いやあの扱ってるものがものだけに別に笑うとかじゃないんだけど、その不謹慎だからそういうこと 見方にとしてみたら、だけどあのサイキックの人たちだけ切り取って考えると、おいだお前大丈夫かっていうかね。サイキックドリーマーすごいぞ、グーネだよグーネ。すごい依頼受けた、それねえじゃんと思うんだけど、あれすげえんだな。ワンワンのチンチンがギンギンさんからですね、今観客の視線はシャラポワの乳首に集中してるから、要するに乳首以外のところに書いてある広告をみんな見ねえっていうことで、もうニプレスでペタッとして乳首はもう立たせないようにして広告効果を上げなきゃっていう感じに今してるっていう話なんですけど、乳首に小さい広告とか朝日新聞って書いたら書いたらNHK とか寄らなくすんのかな、それな。すごいよな。そんなところですかね。ということで、嘘地区ネットとそれからおはがきで、募集中です。じゃあ一曲いきまーちゅ、中野森バンドでラズベリーパイ、ファックス、ペンネームカントリー娘に遠山と火災、堀江社長が怒っていた理由、球団を持てなかったのはもう踏ん切りもついてるし諦めもついてるけど、モーニング娘。に会えていいなぁ三木谷。いいなぁ
もうむせそれプリ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 来てたのかもしれないですよね。勝則にはそんなに会いたくないけどモームスに会いたいなーで怒ってたっていう、それからですね、北海道の陣内修太、最近及川奈をテレビに出まくってんのはいいけど反比例して抜かねえなですっごい怒ってたらしいんですよ。いやごめんごめん、君が怒ってることだからこれは僕も怒ってますよ基本的にはね。えそこですよね。ジゴルで一応ファックス開けてありますと。ジャンク、脳内商店街千客万来編。うちへおいでよ、私のうちへ、あなたにあげましょけ。まあ普段ねこう番組にネタはがきをいっぱい考えて作ってこう自分の頭の中で考えた面白を書いてくるかな、あなたもですね、そういうのを文章を思いつくのあんま苦手っていうあなたもですね、まあ二段式で募集するコーナー、ハガキを書いてもらえる、メールを出してもらえるコーナーということで始まりました脳内商店街です。まあまずこんなテーマのエピソードを募集したら誰でも面白い経験をしてんじゃねえのというアイデアと、まあ、例題をリスナーから募集します。これをお見せとしております。でそしてそのテーマを聞いて、あ俺あったっていう、あそうだ通りで俺膝のお皿がないんだみたいなやつを、思い出した人はまたその、投稿できるっていうことで、皆さん頑張っていただきましょうというコーナーですが、募集するテーマお店は毎回3つ用意しております。で面白いエピソードが多かったお店は来週まで生き残りということになります。他の2つのお店に関してはすぐに潰して新しいテナントが入る形になってる商店街です。でテーマが採用された人はですね、番組ノベルティの深夜のバカ力からカード2枚で、翌週までこうテーマ持ち越すとさらに2枚とね、雪だるま式にいっぱいもらえるようになりますんで、もともとそのハガキ職人としての腕のある人は大量ゲットのチャンスと。で、逆に今回普通に読まれた人は、普通にこう体験談が読まれた人は1枚差し上げてるというコーナーになっております。で今回のテーマはですね、今週で2週目になります思い出のうんこ、うんこ爆発すごいよ、思い出のうんこの量もすごいし、太さもすごい、なんか結構いい調子で来てます、硬い、そしてねえ、そして、さらには新しいテーマの開始そびれて5万年、お楽しくなかったお楽しみ会の3つになっております。本日はですね、一番最初は、こちらです。ペンネームもみじせんべい店長が考えました2週目思い出のうんこ。見て見て見て、僕のうんち見て、ぐるぐる巻きのうんち見て、こいつはいくつになってんのかね今ね、僕の心を捉えて話しませんけど、古いもんなの新しいもんなの、レコードだから結構古いの、大人になってんだろうな相当な。ほんじゃですね、行きたいと思います。思い出のうんこ、ラジオネーム脇衆。僕が昔道路工事関係の仕事をしていた時の話です。いわゆる現場監督をしていたのですが、いい年齢の人がうんこの思い出をこう思い出しながら、これメール、メール、携帯メール、どっち、これメールか、メールをこう送ってくれてるっていうのはいい、それだけでもかなりいいですもん。現場監督でしかも昔なんだよね、黒沢ぐらいの年ですよ基本的にはね。仕事の性質上交通量の少ない夜中に仕事をすることが多く、その時も1月の寒い夜に工事をしていました。僕は突然腹痛に襲われました。あたりにトイレはない。僕は人気のないところまで走り用を足しました。夜が明け工事も無事に終わり、後片付けをしていると、昨日僕が野ぐそをした場所に人が大勢集まっています。地鎮祭が行われていました。僕のうんこに向かって神主さんやスーツ姿の偉そうな人、工事関係者、総勢50名以上の人たちが拝んでいます。申し訳ない気持ちでいっぱいになり、その場から逃げるように立ち去りました。今その場所には立派な道路の料金所、高速道路の料金所が立っておりますと。なんかね、その自分しかうんこは分かってないわけじゃないですか基本的には。あ、どかしたのか誰か、
埋めたのか分かんないけど、まあその運行を中心にしてあのなんとなのような神主さんがさ振り回すやつをバッサバサ振り回してるっていうのもなんかすごいですよね。続いて、まあね、うんこっていうのはね、あのうんこはいつか消えてしまうけど思いは残るっていうことがすごくわかりますよね。うんこってこうどんどん乾燥してくると白くなって毛になって消えていくじゃないですか。だけど違うんだよね、思いは残るんだよね。ラジオネームシャラポワ、シャラポワってこの件の手軽さがいいですよ。考えてつけてないですもん。テレビにシャラポワ出てたからですからね、ラジオネーム。僕が小2の頃、学校に行く途中どうしてもうんこがしたくなり、路地裏のビルとビルの間に入り込んでのぐそしました。それから4年間そのうんこはずっとそこに残っていました。僕はなんだかずっと責められてるような気がしていたのですが、定期的に見に行っては残っているうんこがだんだん愛おしくなってきて、このうんこが未来の人たちに発見されて分解されて、昔の人はこんなものを食べていたんだななんて研究の役に立ったりするのかななんて少し誇らしげになってきました。しかし小6の夏、いつものように見に行くと僕のクソ太郎はいなくなっていました。数日間泣きました。思いは残るんですよね。あのね、このね、ビルとビルの間でのぐそっていうのはね、すごくわかります。僕も、僕は渋谷でありますから、渋谷でどうしてもトイレ行きたい、もう今思えばだけど、別に僕東京までの東京育ちなんですけど、渋谷で僕を受け付けてくれるような店がないんですよ、その当時。特になんかわかんないけど、俺の中ですっげえうんこしたくて、しかも夜なんですよ。夜で入ってうんこっていう感じの店が全然なくて、見たら、まあ、あの細いビルとビルの間の、まあ、路地っていうか本当にビルとビルの間の法廷的な隙間みたいのがあって、でそこをスーッて行ったら、一番その出たところに旗フラッグ、旗みたいに一番向こう側が広がってて、そこのところになんか何なのあれ、発電機みたいな、なんかタンクみたいなのがブオーンってとこがあって、そこの横でねうんこをしたんですよ。ね、であのね、上を見上げるとね、井戸みたいになってるわけですから、ずっとそのビルとビルとビルとビルの間にあるやつだから、井戸みたいに、なんとなくすごいすがすがしい気持ちになってね、俺ずっとそこから俺渋谷に随分勝てるようになったよ。歩いててもこんなにお前らおしゃれしてるけど俺のクソあんじゃんと思って、でびっくりすることでそこにはうんこが6個あった。だ俺以外にもあそこで飼ってるやつがいる、渋谷に堂々と飼ってるやつがいると思ってたん で渋谷公衆便にも実は少ないでしょ、土地が高いから。で3回ぐらい見に行ったよ、3回ぐらい見に行ったらまだあるから、まだ俺飼ってると思いましたんで、そういうのはすごく僕気持ちわかりますね。続いて、ミス妙盤、これ女性です。3年前の夏、ブス仲間のワイコからこれがいいんだよね。お前最高ね。ブス仲間のワイコから前から気になっていた K 君を海に誘ったんだけど、二人っきりじゃ照れるからあんたも盛り上げ役に一肌脱いでよと強引に誘われていくことに。当日ワイコはおしゃれをしたつもりかロングスカート姿で現れました。水着に着替えるとき役立つからとワイコは笑っていました。車で海に向かう途中、コンビニでトイレ休憩した後、ワイコのスカートの裾に茶色いものがついていました。車内に戻り、数秒で異臭が鼻をつき、 K 君も気づいたようで無言で窓を開けていました。スカートの裾の茶色いものは間違いなくうんこでした。臭い車中、知らないのはワイコだけという緊迫した空気を誰もどうにもできないまま海に到着。私も K 君も、車から飛び出し何度も深呼吸をしていました。当のワイコはさっさと水着に着替え泳ぐ気満々。私にワイコは水着に着替えるんでしょ、スカートかぶって着替えすると便利だから勝手に使っていいよと 100% 善意のアドバイスをくれました。未だにワイコは3年経ってますよ、 K 君と付き合えなかったのは私の盛り上げが足りなかったからだと言っていますが、私はあの夏のうんこのことは一生ワイコに言えない気がします。あーきついな、俺一個すっげえ思い出したことあんだよな。俺すっごいな、これ本人の名誉のために名前は言えないな。まああるある、まあ方、女性の方なんですけど、
まあ、日本放送時代ですよ。日本放送時代、その女性の方と日本放送の3階には当時喫茶店があったんですけど、そこでこう打ち合わせみたいなことをしていたんですよ。そしたらその人はあのアイドルさんだったんですけど、白いこうなんていうの、あのオーバーオールがして、すごく可愛らしい方だったんですよ。でその方がちょっと一旦トイレに行ってくるって言ってトイレに行かれたんですよ。で帰ってきたら明らかにこうズボンなんつうの、オーバーオールってあの何サスペンダー部分あるじゃないですか。あれってぐるっと後ろから上がって一番端っこの方って胸の前のところに来るじゃないですか。右だけうんこついてんだよねこいつ。びっくりだったね俺の中で。もうでなんていうかな、まあ、うんこついて乗ってるわけじゃねえよ別に。そこのところにもう右の紐の代わりにうんこになってるわけじゃないから、本人は多分自分でも実際さ正直さうんこにつくかどうか別として、あのオーバーオールを脱ごうと思ったら便器の中に入った経験はあるじゃん、あるじゃんかね。だから分かんだけど、なんていうか多分必死に取ろうとはしたと思うね、縮紙とか取ろうとはしたんだけど、だってなかったもんってさっきまで絶対なかったもんっていうのすごいあって、すっごい誰かちょっともう言えないですね本当に。もう俺好きだったんだよなその子の、もう割とそのアイドルが好きだったもんだから、その日からストップ安、その株用語ね。続いてラジオネーム便所。幼稚園に通ってた頃のこと、僕の家では猫を飼っていたので猫用のトイレが設置されていました。その猫用のトイレというのは砂状の消臭剤が敷き詰められたものでした。その猫砂の高いやつは消臭剤入ってるんですよね。その猫用トイレには入ってたと。で僕はその猫用トイレでうんこをしてみたくて仕方がありませんでした。すっげーわかる。ある日チャンスが訪れました。母が僕を残して親戚のおばさんと買い物に出かけたのです。家に誰もいないことを確認した僕は早速猫用トイレにまたがってうんこをしてみました。僕はうんこしながら妙な達成感に酔いしれていました。ただ僕のうんこ姿を見つめる飼い猫シロの複雑な表情が忘れられません。あと夕方帰ってきた母が猫のトイレを専用のスコップで片付けるときに発したという上ずんだ声も。お前さいくら幼稚園でも達成感の後に始末せえよそれ。びっくりするよな。うちの犬もちっちゃいのにたまにすっげえ草吸うとか、なんだお前っていう、あれ一匹増えてるぐらいの、そんなでかくねえな、うんこする時やけど、あれ田代が家遊び来た日多いんだけど、あいつじゃねえのあれ。なんかやったな田代の掃除してると思うと。続いてラジオネームオラウタン。僕は子供の頃夏休みに群馬によくキャンプに行きました。ですがいつもキャンプをするところはキャンプ場ではないため、正式なキャンプ場ではないため15分ほど歩いたところにあるトイレに行きます。ある時急にうんこがしたくなった僕は急いでトイレに走りました。けど走れば走るほどうんこが出そうになります。気持ちわかりますね。このままだと出ると思った僕は林に飛び込みました。急いでズボンを下げ用を足していたら、林の奥の方でグザザっていう音が、クマかと思い音の方を見ると猿がいました。猿は何を思ったか僕のうんこを掴んで持ち去りました。すごく怖かったです。あー怖い。猿もね怖いかんね、なんかあの本当に近くで会うと。でしかもやられると思ったらシャッて、何が欲しかったんだよシャッて取って。でもあれだよね、サバンナにいるバブーンっていう猿はね、あの象のうんこの中に未消化のナッツを食って生きてますから、ね、もう生粋のスカトロですからあいつとかは、ね、あいつのから進化した人間は割とスカトロに目覚めやすいと思うんですけど、多分そうですよ、バブーン系ですよこれ、バブーン系。それからですね、思い出のうんこですから、ある意味自分がしたもんじゃなくてもいいじゃないですか、思い出に残ってるわけですから。ラジオネーム無面ライダー。当時小学生だった私は友達の王と探検ごっこと題して自転車で知らないところを走り回っていました。川の横の道を走っていたら王がすっげえもん見っけたから見てみろと言いました。すると壁に地面から2メートルぐらいの高さにうんこがくっついていました。王が考えたのはうんこが出る瞬間にケツをものすごい速度で振れば可能。可能じゃねえよ。僕はその時納得したけど未だに謎です。あこんなところにうんこがっていうのはある気がするな、なんか
絶対そのしかもこんなところにちり紙のセットのうんこがっていうものを今俺ちょっと記憶をすごいインデックスを紐解けないけどどっかで見てる気がする。ああ思い出した。言ったらあれ浦安かな。あれね川に橋がかかってて浦安じゃねえな葛西の方かな。結構広い川に橋がかかっててでその橋の横をこう歩いて欄干とか歩いてると計画を変更したのか前の橋を撤去したのか分かんないけど橋桁だけ川の中から出てる橋のなんていうの橋脚ってないの橋脚だけがトン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 ってあるのその橋脚ってそんな広いもんじゃないよおそらく畳1畳ぐらいの橋脚の上にうんことちり紙がと思って結構な距離なんだよそこまでのだってその多分もともとあった歩道用の橋をやめてそのでっかい橋を作って横に歩道だと思うんですけどすっごいびっくりしたのしかも俺もなんか酔っ払って師匠地行く途中だと思うからおそらく葛西の方だと思うんですけど明け方で割と下ばっかっていう感じのすっげえびっくりしてあれ誰だな誰のイリュージョンだあれこれ思い出のうんこだあそうか思い出のうんこもやっぱり一周やるとさこうパターンが増えてくるじゃんかいい感じの要するに最初は漏らしちゃった話が多かったんだけどそれは別ですよとちゃんと自分の意思でトイレに行ってたりとかするものが思い出のうんこのカテゴリーですよっていう話をしたらやっぱ面白いなラジオネーム芋ようかん高校卒業した年の夜に友達10人ぐらいで集まって留学してしまう Y 君を送る会をしました、外でみんなで騒いで鬼ごっこなどをした後に僕たちはプールに入りたいという衝動に駆られ自分が卒業した高校の、卒業した要するにこの時は在学ですね、卒業した高校のプールに忍び込むことにしました真夜中のプールで最高に楽しい中僕は急激な便意に襲われましたしかしそこでも笑いが取りたかった僕は俺ここでうんこすると宣言みんなはプールサイドで見ている中踏ん張っていると留学してしまう親友が爆笑する姿が月明かりに照らされてはっきりと見えました僕はうんこをしながら泣いていましたいい話だろうその後外で待っていたセコムの人に全員捕まりましたそれかよ最終的にうんこあるだろうよいい話だねやっぱねあとねこれすごいんだよなかなり読んでるよねでもね途絶えることを知らないんだよねなんかねいっぱいやっぱねすごいよ人間ね年間400本や500本してるっていうのはねすごいことだと思いますわC500 回10年ほど前山間の道を車で走っていた時激しい便意に襲われました車1台すれ違えるのがやっとの道でなぜか隠れ、どこか隠れる、道を探していると偶然にも一軒家を見つけましたトイレを仮に寄り道すると奥のプレハブ小屋からおばあさんが出てきて心よくトイレを貸してくれました気持ちよく用を足し奥のプレハブ小屋までお礼を言いに行くと窓の中にとんでもない光景が見えましたなんとラックにおびただしい数のビデオデッキが並んでいますそしてモニター画面には無修正のエロい画面がそうそこは裏ビデオのダビング工場だったのです慌てて後ずさりし車まで戻ってから大声でお礼の言葉を叫ぶと同時にダッシュで逃げましたすると東北の山道で見ることはないであろう関東圏のナンバーをつけたワゴン車とすれ違いましたバックミラーを覗くとワゴン車はあの一軒家に入っていきますどうやらテープを取りに来た組織の車だと思われます私はイニシャル D 顔負けのアクセルベタ踏みで山道を下ったのは言うまでもありませんあの山道は二度と通っていませんがあのプレハブ小屋には DVD デッキが並んで裏ビデオをダビングしていることと思われます途中大逆転だもんねなんかこう田舎に泊まろうの感じじゃないですかね氷川きよしが田舎に泊まろうっていう感じじゃないですかそこでおばあちゃんに何かお手伝いすることありませんかって言ったら奥に行ったらものすげえ量のビデオダビングしててえ名産品とかじゃねえんだっていうちょいとした地下組織の末端だっていうのがうんこ絡みなんだよねこれもねやっぱうんこ万歳だなすごいな
こんなうんこ万歳うんこ万歳言ってる37歳なんか絶対取締役にしねえ絶対俺なら。ラジオネームひよこ豆太郎。小学校4年の時、紙粘土でうんこを作るのが流行りました。バカな友達と3人でクオリティを競い、大きさ形色ツヤにこだわり、放課後にもまた集まり創作研究を重ねました。自分たちの作品の良し悪しを知りたくて、学校のあちこちに展示をして生徒たちのびっくり反応を見て喜んでいました。控えめな芸術家だった僕たちは廊下やトイレ、運動場、モラルを守りひっそりと展示を行っていましたが、ある日作品を拾ったバカな上級生たちが教壇の上や女子のカバンの中と展示してはいけない場所に置き始めました。まあ、どこもいいわけじゃねえけど、ちょっと気持ちすっげーわかるんだよね。すぐに学校で大問題になり、僕たちは創作活動をやめました。3人のうちの1人の堀内くんは現在高校の美術教師をしております。面白い。でもすっごいわかる。自分たちのルールをなんかこう横から来た人とかがちょっとこう違う方に曲げた時のすっげえ面白かったのに感みたいなやつ、すっごいわかりますわ。ちょっとなんかうんこ切れないんで、うんこ切れないんで、一旦 CM です。いやー、まだ読みたいけど、とりあえずはかなり読んでるんで、他のお店の方も心配ですから。さ あ、 続いてのテーマはこちらです。返しそびれて5万年さあ、東京都杉並区ペンネームミサイル吉永店長が考えた返しそびれて5万年。まあ、もともと返すつもりで借りたんだけど、おそらくあと5万年は返すきっかけがないようなものの話をね。返す気はあるのよ、きっかけがないのね、そういうものの話なんですよ。で、意外に部屋を見回すとあるんですよね、そういうもんってね。もじゃ、中学生の頃初めて 6歳用のポータブル MD プレイヤーというものを、まあ、MD プレイヤーをもう古くなったから買い替えるっていう親が言い出したんで、母親の持ってた古いやつをもらったと。で、その時は正直嬉しかったけど、何分古いもので音飛びはもうもちろん、あとこう本体を見回せばネジがもう抜けてたりとか、もうまさにボロボロと。ある日のこと、友人 K に以前から聴きたかった曲が入った MD を貸してもらって何度か聴いたら、ある時液晶にブランクって出てる。で、聞けないで、どうやら内容が消えてしまったらしい。ショックで K にはごめんそんなつもりじゃと謝ったのだが、 K にはマジ切れされた上にその MD を投げつけられた。で、そして、古い方の MD プレイヤーは二度と使わなかった。それ以来 K とはなんとなく疎遠になってたんだけど、数年経った日、その子K に投げつけられた MD を何の気なしに新しいプレイヤーに入れたら、普通にベスト版が再生されている。でもみんな曲が今更っていう曲なんだって。これわかるよね。だって俺、あのディレクターの柳沢誠、もう味噌汁の男ですけども、泣いたのを見たことありますから。で、あの取材行った時にね、 MD じゃなくて放送用機材のダットで全部取り終わって視聴してたら、急にブランクになって何も入ってないっていう扱いになって、意味わかんないのが、なんつったらいいのかな、何やらデータは入ってるようだけれども一生再生できねえみたいな感じになっちゃって、したらそれをヘッドホン聞きながら真っ青になってきて、ポロ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 涙を流し始めて、でもどうすんだよみたいなこと言われて、それで帰ってもう一回入れたら全然大丈夫になってるみたいなね、かっこ悪い。そして気持ち悪い。そんなんあるかね、デジタルエラー怖いよね。それからあとはですね、小学校4年の冬休み、ゲームをたくさん持っていた王くんが僕にもうクリアしたからと、発売してまだ1ヶ月も経っていないのにドラクエ6を貸してくれました。当時やりたくてもできなかった僕は早速プレイを開始、それまでにできなかった反動からかやり込みまくり、ついにクリア。しかし1日中プレイはさすがにやりすぎたか、親がマジ切れ。すでにクリアしたとは知らない親、そして借り物だとは知らない親にドラクエ6を隠されてしまいました。仕方なく王くんに理由を話すと、もうクリアしたし急がなくてもいいよと懐の深いお言葉を。それに安心した僕は、親もいつか返してくれるだろうと思っているうちに、だんだんとその存在を忘れていきました。そのうちプレステは値下げ、 FF7 の発売と、スーファミ自体が廃れていき、ソフトの子供、完全に記憶の彼方へ。そして時は流れ、
これ小学校4年の人がもう20歳近くなってます。引っ越しの整理をしていた時に衣装ダンスの奥からドラクエ6がその存在を思い出した僕が返そうと一瞬考えたわけですが、王くんとは中学校あたりから話してないし、もうセブン出てるし、っていうかスーファミ自体持ってねえだろうし、とりあえず分かりやすい場所ってことで他のゲームと一緒に置いておきます。現在ドラクエ6は CD、DVD の中で一つだけカセットという形で異彩を放ってます。なるほどね。結構ゲームものは多いですけどね、返すに返せないよな。ペンフォーマザー。小学校5年のある日、家に帰って体育着袋から出すと、なぜかクラス1のドンブスの女子 F さんの体操着の帽子が紛れ込んでいました。本当に思い当たることはなかったのですが、下手に返すと変態扱いされるし、でも持って帰って親に見つかると変に勘ぐられそうだしと思いながら、その日は押し入れの奥の親にも見つかりそうもない場所にしまい込みました。最近家をリフォームするのに押し入れを整理していると、 F さんの名前が書かれた帽子が出てきました。13年越しで出てきた帽子はなんとなく捨てられず、かといって返しに行ってもな、また押し入れの奥に戻しました。そうだよな、なんかこれちょっと捨てるのも捨てた瞬間になんか盗んだ感じなんで、俺は返す気があるんですっていうのがなくなるじゃん、捨てるっていうことは。いやだし、え、何年生の時だっけ、最初小学校 5年で13年ぶりっていうことは、24の女性にですよ、急に、あ、ごめん、カリッパだったわとは言いづらいですよね、急にね。60ぐらいになると笑えんだろうね、なんかね、60ぐらいになってごめんっていう感じだったら、あのおじいちゃんの遺品から出てきたら笑えるけど、もう何も知らねえから、おじいちゃん小学校の時盗んでずっと持ってたんだみたいな感じの。ラジオネーム裏プロ。高校時代、僕は市内の別の高校に通っている同い年の女子と付き合っていた、ね、羨ましい限りですよ。その子は中学校の時に同じ塾に通ってはいたが、会話はしたことなかった子で、2人とも高校進学が決まって塾でのおし進学おめでとう会で彼女の方から告白してきたの。羨ましい限りですよね。顔が可愛いからという理由で2つ返事で OK したのだ。付き合ってから気づいたが、彼女は大のオカルト好きで、中世ヨーロッパの魔女狩りうんぬんとかについてすごく詳しく、僕にぜひ読んで、私の一番のお気に入りと一冊の本を渡してきた。題名がなんて読むの、禁じる呪うに目録、禁呪目録、著者名不明。ごっつい表紙に黒々と不気味な文様が書いてあり、とてもではないが開けられず、そのまま机の引き出しに放り込んでそのまま紛失。彼女は激怒、結局そのことが原因で別れてしまった。周りからもあの女やばいとか言われていたので、さして未練もなかったのだが、先日机の奥からあの本を発掘、限定出版で貴重らしいと聞いていたので返そうかとも思ったが、今更だし3年会ってないし連絡先わからないし、かといって捨てると呪われそうだし、今も机の奥に放置してあります。だってさ、これさ、今更だし3年会ってないし連絡先わからないしって言って、でも返したら即ごめんありがとう、これね、もういろんな呪い方が書いてある本なんだけれども、ないからあなたのこと呪えなくてみたいな感じのこともあるかもですからね。借りた本ってほんとな、どうしようもなくなってくんだよな。まあそんなところですかね。もう一個言っとこうかな。2年前、妹に16人目の彼氏ができた。すげえな。自分の彼氏を紹介したいと妹から言われ、豪雨の中半泣きになりながら2キロ離れた妹の家まで行くことになった。傘など全く役に立たずびしょ濡れになり、妹の家を訪ねると気の良さそうな妹の彼氏が出迎えてくれた。びしょ濡れの自分を見た妹の彼氏は、その日デートで買ったらしいそこそこ有名なメーカーの T シャツを貸してくれた。夕立だったらしく、自分が帰る時に雨はすっかり止んでいた。あ、なかなかいい彼氏をついに見つけたなと思ったが、ほんの数日後、妹はその彼氏と別れ、真剣な目の妹の16人目の彼氏を思い出すと、とっても気まずくて返すに返すことができなくなり、今も来ています来てんだ。兄弟に紹介すんの？しない。
だって俺結婚式兄弟一人も呼んでねえよ。それは異常。ね、あ、それは異常なんだ。それは呼ぶんだ。うん、で前も言ったら姉貴の今の苗字なんか知らないし。なあ、それそれもんだろうお前。仲いいな。でラスト、ラストは、テーマ、栃木県ペンネームランドセル魔球店長が考えたテーマ。お楽しくなかった お楽しみ会。楽しいね。両手を合わすと。お楽しくなかったお楽しみ会はね、そんなでもなかったんですよね。まずですね、面白いのはあったけど数が、野菜泥棒。小学校の頃私のクラスにブラジルから留学生が来ました。その人は小学生ではなく大学生の留学生だったんですが、え、それなんだ、なんか日本の小学生を勉強するみたいな、言葉とかもその小学生レベルからみたいなこと。2週間の間一緒に遊んだりして楽しく過ごしました。まあ小学生にしてみるとテンション高えよね。外国人の上に大学生のお兄さんが同じためでいるわけだから。留学生が帰る最後の日、みんなでお別れ会をしようということになりました。その日の朝、先生が朝の会で新聞の切り抜きを紹介し、その内容に愕然としました。その記事は留学生が取材を受けたもので、日本の人々や子供は優しくない、二度と日本には来ないと書かれていました。その日のお別れ会は開かれましたが、留学生が私たちの出し物に笑う様子が素直に喜べず、ちっとも楽しくありませんでした。まあ引くわな。一くず。小学生の時お人よしで有名な M 君に周囲の目を一切気にすることもなく猛烈なラブコールを送り続けるブス島ブスコさんがいました。 M 君は優しいので拒否反応せず困っていましたが、僕たちはブスコを煽りに煽り、ちょっとしたお祭り騒ぎにして休み時間を面白おかしく楽しんでいました。するとあの日、ある日そのブスコが、私今週の日曜日に M 君と結婚しますみんなの前で宣言。どうやら家にクラスのみんなを招いて結婚式の真似事をするお楽しみ会のようなものを開くというのです。唖然とする M をよそにクラスは男子も女子も大盛り上がり。しかし当日会場に現れない M。 何やら嫌なムードが漂い始め、僕が M に電話をしました。おいおい、ブスコもみんなも待ってるぜと僕が言うと、うるさいあまりの怒鳴り声に受話器から声が漏れており、全員顔面蒼白。恐る恐る神父の方を向くと、この世の終わりじゃといった表情。必死に神父を眺める、女子たち。トイレに行くと言ってその場から逃亡する俺。この問題は後日ホームルームでも取り上げられ、煽った張本人たちとして僕たちが怒られる始末でした。確かに煽ったけど、元はといえば息子が悪いんじゃねえのみたいなね。こんなとこですかね。一枚一枚のクオリティは高いんですけどね。じゃあ CM の後新しいお店です。脳内商店街店長ミーティング編。もう生き残りのテーマはもうダントツで思い出のうんこです。うんこぶっちぎりですね。もうその言葉の響きが言いたくて言ってるだけですけれども、ということで一つ目のテーマ、思い出のうんこ。東京都世田谷区ペンネームもみじせんべいさんは、深夜のバカジカラーカードさらに2枚でございます。そして新しいテーマ一つ目はこちら、メソメソ動物ランド。これはですね、メソメソ動物ランドは、ペンネーム魔法の鉛筆、埼玉県日高市の方、動物たちのとの触れ合いの嫌なエピソードを募集します小学生の頃写生会で動物園に行きました。絵が得意だった僕は前の日から百獣の王ライオンを描こうと張り切っていて、着くとすぐにライオンのところに行きました。すると図工の先生に、 S 君の絵はコンクールに出せるぐらい上手だから、ライオンをもっと細かく近くで観察して描きなさいと言われたので、檻の前で描いていたら突然ライオンが後ろを向いて僕に思いっきりおしっこをかけてきましたこれだけでも十分ブルーなんですが、続きもあります。動物園のお風呂に入れてもらったんですが、絵はおしっこだらけ。ライオンを諦め、午後はおとなしい動物を描こうと急いで馬のいるところに行ったのですが、
おそらくライオンのおしっこの匂いに反応してか馬が大暴れ。飼育係の人にお前は馬に近寄るなと思いっきり怒られました僕は結局石でできたサイのベンチを描きました。コンクールには出せませんでしたと。あ、馬にしてみる、いや、なんかライオンのテリトリーの匂いするみたいなことだもんね。うわ、動物嫌いになるわ。さあ、そしてもう一件が、ぜひうんこに負けずに書いていただきたいんですけれども、こちらです。タイトル、チンポンコツ。福岡県ペンネーム菊池ドミノ、これ壊れて面白くなったものの話3年前妹のファービーを棚から落としたらぶっ壊れました。それからというもの1ヶ月に1回突然片目とくちばしを猛烈に動かして何かを延々と30分言い続けるというクレイジーなファービーに変身しました。妹は気持ち悪いからとゴミ箱に捨てようとしましたが面白いので僕がもらいました。今でも僕の部屋にありますが相変わらず普段は一言も喋らないのに何かスイッチが入ったように猛烈に喋り出すので最高に面白いファービーです。テレビとかでさ、もうすげえ面白くぶっ壊れるやつね。なんかあのブラウン管の受像するところの倍率が変わっちゃってると思うんだけど、こうテレビ画面自体がちょっと台形みたいな形になっちゃって、上半分ぐらいが変な感じになってるから、ニュースキャスターとか普通に行くと眉毛から上だけがボコーンってゆら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 ってなってるやつとかさ、なんか他の色全部いいのに肌色だけ群青色みたいになってるやつってあったりするとさ、この壊れ方面白いとか、あと自転車の壊れ方とかでももすっげえ面白い音するようになるように自転車壊れたりとかするじゃないですか。なんかああいうね、まああのチンポンコツね、チンなるポンコツね、まああの経験談でパッと今思いついたことをですねぜひ書いていただきたいと思います。思い出のうんこ、メソメソ動物ランド、チンポンコツの3つ、思い当たった方ははがき、インターネット、携帯電話から投稿してください。携帯インターネットはまあ TBS のラジオモバイルとか、それからインターネットは TBS ラジオのホームページから行けるようになってます。はがきの人は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光脳内商店街それぞれの係まで、またあのおはがきだけですけれどもテーマの方もどんどん募集しておりますので書いて送ってください。お待ちしております。さあ、それじゃあですね、まああの株分の現金が欲しいという方へ、応募方法です。ちょっと変更しますわ。やっぱね、5枚分の5株分の権利で分けます。2名にしますわね、2名様ということで、まあ大体3万前後にはなる予測だと思うんですけどね、2名に差し上げます。はがきに住所、氏名、年齢、電話番号と株を売りたい日3月1日以降9月の30日まで、自分が日本放送の取締役になったらもう何を改革していく、新しいラジオはこうしたいね、これ抽選じゃないです。あの面白い、もしくはあそういうやり方あるなと思った人ね、思うようなことを書いた人、に、2名様に差し上げます。宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字から日本放送プレゼントの係までですが、ごめん、これ日本放送についちゃう可能性ありますからね。まああの株プレゼントの係まで、お待ちしてます。でもプレゼントするのは株ではなくてその日の値段分の5株分の現金という形になります。当選者2名は来週月曜日に発表します。それからラジオモバイル、恒例になりましたけれどもプレゼントがあります。一応キーワードだけしかもう言う時間がないですから、キーワードを言っておきます。出世したかった、何かが当たります。何かってなんだよそれよ、新しい